じゃこんにちは。はい。はい、湯永さん。はい。今日も日本シリーズ第4戦が行われました。第4戦ね。はい。はい、京セラドームに移って2試合目ということで。そうだね。はい、もう結果はね、見えておりますが、1対0でオリックスが勝ちましたということで、はい、まあ、早速オーダー見ていきますか。オーダーだよね、はい、はい、で昨日1番に打った山田を3番に戻したよね、うん、はい、はい、3番に戻し塩見選手を1番に戻しっていう、はい、ところがまあ最大のあれかな。あと6番にまあ青木が入ってるよね。青木選手が先発が入ってますかね、はいはい、ね、まあベテランの力というかね、はい、ということで中村選手がサンタナ選手の後ろ、ね、ということですね。そうそう、普通は中村がここをね、はい、間に入るんだけども、はい、まあ青木を6番に入れて中村を8番に下げたというね、うん、まあこういう打順になってる、ね、だからまあ注目はやっぱこう戻した打順でどうなるかということも、はい、あるよね。うん、でオリックスの方はまた1番を変えた、はい、メンバーとか打順とかということでは全部が同じ、昨日と同じっていうことはなくて、そうだね、はい、まあ、佐野を1番に持ってきて、はい、まあ、ここら辺のなんていうの組み方っていうのは、まあ、大体シーズン中も、まあ、吉田4番に使ったら中川3番とか、うんうん、まあ、頓宮も調子がいい、まあ、DH でね、うん、昨日はファーストで使ってたけども、はい、4番だったりしましたしね。そうだね、うん、で杉本、紅林、今日はキャッチャー若月という、はい、太田を使ってきた、はい、で、まあ、セカンドでね、でピッチャーは石川、ベテラン、大ベテランと山岡というね、はい、まあ、こういう布陣で、行ったんですが、はい、日本シリーズ初スタメンの選手もいたりしますね。まあ、佐野とか太田とかそうだよ ね、はい、そうですね、まあ、青木もそうだよね、スタメンはそうですね、スタメンはそうだよね、はい、まあ、まあこういう布陣を組んできたというね、はい、まあ、これがどうなるかということで、うん、まあ、結果はもう分かってるんだけども、はい、まあ、ゲームをねちょっと追っていきたいと思います。はい、はい、ということでじゃん、はい、こうなります。はい、少しちょっとアドバイスいただいたので、はい、書き方を、そうだね、一回表一回裏とかね、はい、まあそういうふうにちょっと分けました、はい、ね、ということで、はい、まずヤクルトの攻撃、1回表、うん、塩見がセンター前ヒットを打つ、まあ、昨日3番でね、あんまりいい結果が出なかったんだけど、ね、うん、まあ、やっぱり一番向きかなっていうような、うん、まあ、それセンター前ヒット、うん、で山崎をどうするかって言ったら送りバントを使ってきたね、うん、山崎がこのシリーズ2番に入った時に初めて送りバントをしたということね、はい、うん、でそれを山岡がエラーするんだよね、うん、でいきなりワンアウト、ノーアウト1、2塁になったという、はい、うん、で昨日ホームランを打った山田で、山岡も刺していいとは思わなかったんだよね、立ち上がり、うん、でその中で初球をのスライダーを、打ちに行くんだけども、はい、サードファールフライ、うん、ということでランナー動けずということでね、はい、で村上のセカンドゴロ、うん、次にね、うん、まあ、チェンジアップ高めに抜けたんだけどもちょっと引っ掛けて、まあ、セカンドゴロ1、2塁間に飛んで、うん、ランナーそれぞれ進み、うん、まあ、1塁でアウトという、はい、ツーアウトですね。まあそうだね、だから山田が、うん、ランナーを遅れてれば、うん、1点この内野ゴロで1点取れたという、うん、まあ、ケースだったんだけども、はい、まあ続くオスナ、はい、ものすごい期待だよね。そうですね、うん、で青木を6番に入れてるっていうことで、うん、やっぱ不気味なんだよね。代打では三振したりとかしてたんだけど、うん、やっぱ先発に入ってた時の青木っていうのはさ、まあ、ちょっと怖いなというような感じで、うん、オスナと勝負いくんだよね。でツーボールから外のまっすぐを三遊間に飛んだのを、はい、紅林がファインプレーするんだよ。まあ、オスナの足もあったけど、やっぱ三遊間抜けたっていうのをさ、まあ、ちょっと抑えて、うん、まあ、ファーストにいいスローをしてね、アウトにした。まあ、立ち上がりながら、なんでもないプレーなのかなと思ったら、このプレーっていうのは今日、ものすごく大きかったね。結局、結果が 1-0 っていうところからすると、ということを考えると、まあ、あれが内野安打になってればさ、うん、1点は取れてるわけだから、はい、ゲーム展開は全然違ったと思うんだけどもね、はい、で1回裏、はい、まあ、チャンスで杉本三振って書いてあるけども、はい、まあ、1番に抜擢された佐野が初球を
レフト線ツーベース打つ、はいね、石川からで2番の宗、うん、これどうするかなと思ったら打たしに行くんだよね。ちょっとさっきとは違うますね、ヤクルトとは。まあそうだね、はい、でやっぱり1点を先に先取点取っといた方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってたんだけども、はい、まあ宗を信じたんだろうね、はい、でまあ最低でも引っ張って、うん、ランナーセカンドをサードの方に進めてくれるっていうふうに思ってたんだけど、うん、やっぱここら辺ベテラン石川うまかったな、うん、やっぱボール球で誘って三振を取るという、はい、だから宗も何もできなかった、宗が何もできなかったという。で続く中川ライトフライ、うん、吉田がフォアボール、うん、頓宮がフォアボール、うん、この辺りがね石川がねものすごく慎重になってるんで、まあ確かに分かるけどね、はい、だから大胆にはいけない場面だし、うん、だからすごく慎重になってて、うん、で満塁になる、はい、で杉本インサイドズバッと三振、まあ、遅いボールでも今日134キロぐらいかなマックスが、うん、まあ、それでも三振を取れるというね、はい、非常にベテランの技を見た感じがするけどもね、うん、はい、もう初回から大ピンチを三振でしのげたっていうのは、まあ、お互いがピンチだったから、はい、ものすごく重い展開になっていってたのよね、うん、なるほど。で3回、はい、で先頭打者に四球、はいね、これ中川なんだけど、はい、ポンポンと追い込まれたんでインサイドに見せ球を見せようと思って中川は避けなかったんだよね、うん、石川が不穏な顔してたけどさ、うん、なんだよって避けろよみたいな感じの四球だったんだよ、はい、追い込んでただけにもったいなかったんだけど、で続くね吉田がセカンドゴロ深い位置に打つんだよね、うん、はい、で凡打でも中川を進塁させてるんだよ、うん、で、頓宮がサードゴロでまた満塁で三振した杉本にチャンスが回る。で初球インサイドのボールで1打席目はここで三振取られてるよね、はい、インサイドで、はい、でインサイドを見せといて今度チェンジアップ投げたんだよ外に、うん、悪いボールではなかったんだけどやっぱ杉本のリーチが勝ったね。大きく振れるバッターだからさ、はい、なんとかバットに引っ掛けてレフト前に持っていって、まあ、先制点を取るというね。これが貴重なタイムリーということになりましたね。結局はまさかこのタイムリーで決まるとは思ってなくて、そうですね、うん、で4回、はい、まあ、点を取られた次の回だよね、はい、オスナがレフト前ヒットで続く青木、うん、まあいい当たりだったんだけど463のダブルプレー、はい、でサンタナセンター前ヒット、うん、中村がセカンドゴロということで先頭バッター出ても、うん、なんとなくこう中迫な攻撃に見えるんだよね、うん、はい、だから山岡の術中にはまっていったっていうことも言えるんだけど、うん、今日の山岡って縦大きなスピードのあるスライダーっていうのはあんまり良くなかった、うん、だけどちょっと曲がるカットが良かったんだよね。なるほど、まあ、ここら辺が若月は上手かったかな。それをこう軸にカットボールを軸に、はい、大きなスライダーを使わずにカットボールを主体に組み立てていったっていうのが、うん、はい、ヤクルト打線がちょっと意外だったんだろうね。なるほど、うん、だからそこら辺で抑えることができたというね。で5回ワンアウトから塩見がスリーベースヒット、うん、ね、山岡大ピンチ、これもうちょっとで入るような、うん、ホームランになるような当たりだったんだけども、はい、まあスリーベースで、ワンアウトサード。今日のやっぱ中嶋監督の采配、宇田川を使ってきたんだよね。やっぱここはやっぱこうバットに当てることも当てられることも嫌だ。これなぜかというと、うん、塩見がサードランナーにいる、足がスペシャルな足を持ってる選手だけに、うん、ちょっとした内野安打でも同点になる。そうですよね。だから中嶋監督の頭の中では1点を取ったこの1点を守ろうとしたね。それをこの5回でそういう決断をした、決断するっていうのはこうヤクルトはすごく打撃が昨日なんかもそうだね、まあ良かったしね、7点取ってたりとかするので、うん、それをそこで感じるっていうのはまあ宇田川っていうのも信じてるし、はい、三振を取ってくれるっていう、はい、うん、信じてるし、まあ、こういう系統にいった、まあ、山岡は笑ってたけどね、えここで変えんのって、うん、いや状態は上がってきただけ上がってきてただけにここで変えられるのかっていうようなね、まあ、ちょっとあったけども笑ってたけどね、うん、で宇田川が出てきて、まあ、山崎をフォークで三振、さすがだなと思ったやっぱ、うん、で山田哲人もうまっすぐまっすぐまっすぐで押していって、
最後はフォークで三振という、うん、これはねやっぱなかなかね2打席3打席あるんだったら、まあ、その中の1打席は捉えるかもわかんないけど、うん、なかなか難しいわ。1打席でいきなり出てきてまっすぐでも156キロとか力のあるボールが来て、うん、フォークも150キロ近いから、はい、それなかなかやっぱ難しかったね、うん、あチャンスを潰したなと思った。その系統もとても重要なポイントになりましたね。いやこれはポイントになったね、はい、だから中島監督のやっぱこう冴えというか、うん、もうここって言ったところに宇田川を差し込んできたね、うん、はい、はい、で6回、村上が先頭打者フォアボール、うん、でここはピッチャー変わってないんで宇田川なんだけど、はい、全球まっすぐでいくんだけど、うん、やっぱり力んじゃったね、うんうん、村上もど真ん中の球空振りしてたけどやっぱそのぐらい威力があったということだよね。やっぱりこう村上選手ってなるとどのピッチャーもそれは意識をするものですよね、まあ、そうだね、うん、でねやっぱオリックスのその中継ぎ陣はまっすぐでねじ伏せろっていうような、はい、うん、そういう感じでミーティングしてるんじゃないかなっていうような感じぐらいまっすぐで押してきてたね。それは どうなんですか。やっぱバッターとしたら、はい、やっぱまっすぐは打てない前に飛ばないってなると、うん、やっぱ少し焦ってくるよね。うん、でいいフォークも持ってるわけだから、はい、なんかこう押し込まれるというか気持ちが、はい、まあ、そんな感じになるけど、うん、まあでも結果的には四球、はい、やっぱ村上の方が貫禄勝ちをしたよね、うん、若いけど、はい、で心配だったのが、うん、ここで疑ってフォークボールじゃない、はい、まっすぐとフォーク、うん、フォークボールをねよく叩きつけてたんだよ。あということはランナー一塁になると叩きつけるとワイルドピッチがあるなと思ってたら、はい、やっぱ案の定ねワイルドピッチをするんだよ、うん、2球目かなんかにね、はい、うん、それでノーアウトランナーセカンドに進むの、はい、俺はやっぱオスナが優秀だな、うん、右方向セカンドゴロ打って村上を進めてるんだよ。なるほど。それでワンアウト三塁を作るんだよ。はい、ね、そして青木、うん、惜しい当たりがあったんだなレフト線にこれをさ吉田正尚が取りに行ってるんだよスライディングで、はいはい、だけどファールになっちゃったんだけどさ、あれ取ってたら同点だったよね、うん、取れてたら。なるほど。でも取れなくてファールになった、うん、で仕切り直しでフォアボールだったんだよね、はい、でその次それは結果良かったってこと取らなくて良かったんだろうね、うん、でも吉田選手としては取ってアウトを取りたかった場面ですか。そうだね。でもねこれ5回だからさ、うん、6回ですね。あ6回だからさ、うん、まだ先があるじゃない、うん、だから1対0で終わるっていうふうには思ってないわけよね。そうですよね、うん、だから取りに行ってたんだけどさ普通に考えるとアウトを取りに行きたいところですよね、うん、その後ベンチを見て、うん、ファールボールは取らないでいいのかとか確認してたけどベンチからちょっと指示は出てなかったね。確かに難しい判断ですね。いや難しいよ試合の流れがわからないのにねその後、うん、でもここの系統に行ったっていうことは、はい、この一点を守るっていう多分監督の頭の中にはあったと思うんだよね、はい、だからやっぱ取っちゃいけなかったんだ。でも取れなくてよかったんだ、うんうん、で結果的にはね。でも青木がフォアボール、はい、でダイソー丸山、うん、まあサンタナが三振、はい、ね、中村が三振、うん、これ2人とも3球三振なんだよ、うん、やっぱそのぐらいやっぱりまっすぐの威力と、フォークの、落ち、うん、まあ素晴らしかったね宇田川ね、はい、でまた得点ならずという。はい、だから結構ヤクルトが押してるんで9回、はい、先頭丸山で、はい、青木のダイソーに出たさ、うん、丸山が初球を打ってワゲスバックに変わってんだけど、はい、レフト線ツーベース、うん、でサンタナこれどうするかなと思ったら俺代打でも出して、うん、サンタナはあんまりいい仕事できてないんだよね。そうですね、うんうん、だからピンチバンターでも出して、うん、サードに送ってスクイズで同点とかそういうことやるかなと思ってたのね。とりあえず1点欲しいですね。欲しいよね。まあ、だけどサンタナに打たしに行って三振でピンチヒッター宮本、うん、三振、はい、でピンチヒッター内山、はい、場内が沸くね。沸きましたね。もうあーってあの時のシーンを皆さん思い出したんでしょう。そうだ ね、うん、でポンポンと追い込まれて、うん、ツーナッシングから
ど真ん中のまっすぐ投げたピッチャーもヒヤッとしたし、うん、受けてるキャッチャーもヒヤッとしたと思うんだけども、うん、見てるみんながヒヤッとしましたね。でそこをやっぱこうびっくりしたんだろうね、やっぱ内山も、うん、キャッチャーファールフライで、まあ、ゲームセットになったんだけど、はい、うん、だからなんかヤクルトの方からするとやっぱこうちぐはぐだし、でもオリックスの方から言うとやっぱ宇田川山崎総、うん、一郎、はい、に変えていって最後ワゲスバックという、うん、やっぱねなかなかやっぱ取れないわ、うん、このピッチャーから、はい、うん、だから1対0で負けたけども、はい、まあその中 で、ね、うんうん、その中でヤクルトが四死球8、ちょっと多いです、ね、ちょっと多いな、うん、だからそのなんていうの、守りからリズムが作れなかったということが、うん、まあ、これでわかると思うんだけど、はい、まあ、オリックスは3安打、はい、まあ、打順を変えていったりとかいろいろしたけども、まあ、8四球を選んでるっていうことはあるけどもね、はい、でもやっぱ3安打しか打てなかったらやっぱ行く先ちょっと重い、あのヤクルトの四死球8ということがこの3安打でも勝ったっていう要因ですか。まあそうだね、まあ、先頭打者四死球を出してこれがタイムリーにつながってる、もう唯一の今日の得点ですもんね、うん、まあそうだね、だからこのフォアボールがやっぱこう攻撃にもやっぱいい流れを作れなかったっていうようなね、まあそういうところも言えると思うけども、うん、まあオリックスの方は、まあ、3安打では勝ちはしたけども、うん、ちょっと不安だな、やっぱこう点が取れないわ、うん、まあ、今日の試合はオリックス勝ちましたけど、実はこう内容から見ると不安要素があるのはオリックスの方ですかね。まあそうだね、こう1戦2戦3戦今日4戦でやっぱりこう打撃がっていうところがやっぱり今日もいろいろ変えてきてもなかなか結果になってない、まあ一番のね、はい、佐野がいきなりツーベース打って、はい、あのノーアウトランナーセカンド、ここが点になっておけばさ、うん、打順を入れ替えたりだとかしたことの成果っていうのは出たと思うんだけども、うん、はい、そうじゃなく点にならなかったし、うん、やっぱ点にしていかないとやっぱ打った人もやっぱ乗っていけないよね、うんうん、だから、キープレイヤーになるこれから、はいはい、サンタナ、これサンタナをどうするかということだよ。そうですよね、この、うん、ね、日本シリーズになってからちょっとサンタナの調子が状態が悪いし、良くないですかね、サンタナのところで送りたいなっていう場面が多いんだよ、はい、だからサンタナをちょっと考えなきゃいけないし、うん、そういうチャンスの時、まあ、最後の丸山の時でも、はい、やっぱピンチバンターを使ってもいいぐらいの俺はその感覚でいた方が俺はいいと思うよね、うん、なるほど。でね、オリックスの方は宗、うん、これは勝負強い、本来だったら勝負強いんだけどもさ、うん、まあ、だけど今日もノーヒット、うん、まあ、ずっと連続試合ヒットは打ってるんだけども、はい、今日はノーヒットに終わったということ、うん、まあ、1回に送りバントさせなかったということ、やっぱね、ちょっとした仕事をさせてあげた方がいいと思うわ、送りバントとか、うん、そういうことで、うん、やっぱ状態が悪いバッターに引っ張れって言っても、引っ張れないよ、だから負担になって。調子のいい時だったら、うん、やっぱ進塁打で打ってくれって言ったら打つバッターなんだけど、はい、ちょっと状態が悪いだけに宗の扱いを少し考えた方がいいかなっていう、うん、うん、まあ、チームの何かしら貢献ができればというところですかね。そうだね、うん、でね、もう一つ加えると、はい、ラッキーボーイ、はい、ここはちょっとラッキーボーイにはならないような感じの選手なんだけど、うん、ヤクルトの方は丸山、はい、ホワイトボード書いてて、そう、丸山選手の名前を書く機会がこの日本シリーズは多くて気が付いたちいちゃん、もちろんです、ポイントで丸山っていう字の間隔もこのぐらいすればちょうどいいっていうのがちょっと今日分かってきて昨日まではちょっと山が寄りすぎてる、看板屋だからね、そうです、そうです、書くスペースはね、そうです、もうちいちゃん考えてるからね、書いてると誰がどのようにっていうのが分かる、丸山選手はよく毎回よく出てくるでしょ、書いてますね、うん、だから昨日なんて2箇所ぐらい書いてる気がしますね、そうそうそう、うん、だからポイントになるね、まあ、選手だと思うし、ラッキーボーイ的な要素をすごく持ってるのと、うん、オリックスの方は佐
今日1番に入った、はい、この人、この選手はやっぱラッキーボーイに、これからオリックスが逆転していくのにやっぱポイントとなる選手かなっていうふうに思ったね。うん、なるほど。結局1安打しか打ってなくて、うん、あれだったんだけども、やっぱバントも決めてるし、はい、3打席目かな、うん、三振はしたんだけども、はい、やっぱホームラン性の当たりも打ってるしさ、うん、この選手は使うと多分ね、状態はいいと思うし、なるほど、打てないオリックスの中では多分打ってくると思う。うん、それはもうオリックスの今の状態からすると、うん、とても貴重な存在になりますかね。いや、貴重、ものすごく貴重、うんうん、だからまあその丸山、うん、佐野、はい、まあ、この2人にはねちょっと注目しておいてほしいのと、もう一つのキープレイヤーですね。そう、逆にサンタナ、宗、これはちょっと頭を抱える状態にチームはなってるかなっていうような感じ。逆を言うと、そのお二方が活躍し始めるとまた変わってくるということですね。そうだね、うん、はい、これではい、はい、オリックスが一つ入りますね。はい、もうとても苦しかったでしょうか、この試合は。苦しいよ、ものすごく苦しいよ。はい、失礼します。まあ、苦しかったけどね、中島監督がやっぱこう、うん、早めに手を打ったっていうのがね、うん、まあ、勝ちは勝ちですからね。勝ちは勝ちやんな。はい、はい、ということで2勝1敗、まあ、4戦戦ってなんかすごいヤクルトの方が有利かなっていう風な感じを受けてたんだけども、まあ一つ返したことによってやっぱなんかこう気持ちはね、オリックスはすごく楽になったと思うし、うん、もうなんかそういった感がぐんと減りますね、やっぱり一つ勝つと。そうだよね、そうだよね。1勝1分け、うん、で、うん、ヤクルトの方はまあこの1対0という試合ね、うん、それでも勝てたかなという感じはあったけども、やっぱりこうオリックスの中継ぎ陣の良さ、うん、これは改めて知った ゲームになったよね。逆にこう大差で勝つ試合よりも、こういうしびれると1点差とかを守りきる試合を勝つ方が、うん、こうなんとなくどうなんですかね。いやでもね、重いよ。やっぱそうです。もうちょっと点取ろうよっていうような感じがあったけどね、うんうん、まあね、ただヤクルトのその中継ぎ陣もね、うん、よく頑張ったし、はい、だからそう簡単には点は取れないとは思うけども、うん、やっぱもう少しね、3安打じゃさ、やっぱこのシリーズは勝っていけないよ。そうですね、うん、ヤクルトは6安打打ってて点が入らず、そうそうそう、オリックスは3安打、半分の3安打で1点、それを守ったということです ね、 うね、うん、まあ明日ね、うん、まあ、どうなるか分かりませんが、はい、明日は、はい、田島投手と山下投手、はい、そう先発、はい、まあ、田島はね、あの実績もあるし、うん、非常にサイドからねやらしい球投げてくるけど、うん、まあ、山下というのはルーキーで、まあ、立ち上がりだね、山下の、はい、まあ、相当緊張すると思うし。そうです、日本シリーズの大舞台、うん、そうだね、うん、でも全国区になるにはこういうところで名を売るというかね、うん、活躍するという、そこのこうね、あの気持ちの持ち方が違うと、うん、もしかしたらそんな緊張してないとかってなるといいんですけど、ね、まあまあそうだね、うん、まあだけど相当緊張感あると思うよ。はい、両方左投手ということで。そうだね、こう打順はまたどうなってくるんでしょうか。まあね、それも楽しみにしたいと思います、うん、はい、はい。